はい、皆さんこんばんは、鉄道総合館です。なんか放送流れてる。はい、皆さんこんばんは、鉄道総合館です。本日は JR 東日本常磐線の安孫子駅に来ております。本日撮影日2023年12月9日の土曜日です。12月9日土曜日と言いますと、一パー合計の C1 編成を使用したある列車が運転されます。発車はですね、柏駅からなんですけれども、安孫子に来るんじゃないかなと予想しまして、この駅に今日来ております。ということで、ぜひ最後までご覧ください。もし来なかったらこの動画はボツになってしまいます。では本日もよろしくお願いします。日暮里の順に停車します。はい、ですね、1番線2番線に今ですね、鉄道ファンだと思われる方が、2名ほどいらっしゃいます。で、本日12月9日がですね、東海道線で一パー合計が2編成運転されるというふうに発表がされておりまして、柏から8時45分発で、伊豆高原まで運転されるんですね。で、伊豆高原到着が12時25分頃なんですけれども、団体臨時電車で一パー合計は今2編成いるんですけれども、そのうちの C1 編成という、旧デザインを採用した一パー合計が運転される予定になっております。安孫子から伊豆高原っていうと、じゃあ、安孫子じゃないな、柏から伊豆高原っていうと、この安孫子駅じゃ通らないんじゃないかなというお話なんですけれども、柏駅にはですね、各駅停車は、まあ、折り返しの設備があるんですけど、快速電車に関しては折り返しの設備一切ないので、柏駅発8時45分で運転するとなると、おそらく大宮の車両センターから一パー合計が改装されて、一旦安孫子駅に来るんじゃないかなというふうに予想をしております。で、柏8時45分だとすると、多分8時半から40分ぐらいにはこの駅に来るんじゃないかなと思います。ただどこのホームに来るかはちょっと分かっていないので、とりあえず待ちたいと思います。もし上り方面だとしたら4番線なのかなと思うんですけど、この4番線は8時45分に成田行きの電車があるので、ちょっとそれだと難しくなってくるかなと思うんですよね。となると、そこの中線の3番線か、お隣の2番線かっていう感じだと思います。ちょっと電光掲示板を見ながら探っていきます。今 X を見てたんですけど、つい8時15分頃にですね、柏駅を C1 編成1パー合計が通過したっていう情報がありましたんで、多分そろそろこの安孫子駅に到着すると思います。来るはずです。上の方面から来ると思います。4番線ドアが閉まります。ご注意ください。通過しちゃいましたね。
砦かな、砦で留置するんですかね。ああ、多分砦だな。砦ですね、これ。砦留置ですね。砦行きますか。185系が8時45分発で、その1本前の快速が41分、その次が48分なんで、その間を縫って多分砦から出発すると思います。ちょっと微妙にこっちのホームからだと見えないですね。本日も最後までご乗車ありがとうございました。この動画が役に立ったらいいなと思った方は、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッター、インスタ、スレッズフォローよろしくお願いします。月額90円からメンバーシップもやっておりますので、ぜひ概要欄ご確認の上、ご乗車ください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。駆け込み乗車はおやめください。